こんにちは、皆さん。今日は飛鳥時代、日本史上初の本格的な仏教文化が花開いた時代について話します。この時代には、聖徳太子を中心とした政治が行われ、多くの文化的進歩が見られました。飛鳥文化とは何か、その特徴と内容について深掘りしていきましょう。飛鳥文化は、現在の奈良県の飛鳥という場所で発展した文化で、その名前もここから来ています。この地は当時、朝廷が置かれ、蘇我氏の本拠地でもありました。飛鳥文化の最大の特徴は、それが日本で最初の仏教文化であることです。仏教が日本に伝来してから、その教えが徐々に浸透し、仏像や寺院などが作られるようになりました。これらの建築様式は、近くの朝鮮半島や中国だけでなく、遠くインドやペルシア、さらにはギリシアなどのヨーロッパの文化の影響も受けていました。これにより、飛鳥文化は世界性に富んだ文化となりました。飛鳥文化の中心的存在であった聖徳太子は多くの寺院を建立しました。その中でも最も有名なのが法隆寺です。これは現存する世界最古の木造建造物で、ユネスコの世界文化遺産にも登録されています。飛鳥文化は仏教色の強い文化で仏像がついて回ってきます。仏像の名前を覚えるのが苦手だという人はとても多いです。しかし、図説資料集を片手に仏像の名前は区切って覚えると、それが仏像名を覚える時のコツになります。飛鳥文化はその豊かな芸術と工芸品でも知られています。法隆寺の玉虫寿司や中宮寺の天寿国秋鳥など、その精巧な作りと美しい装飾は今日でも私たちを魅了しています。飛鳥文化はその国際性と仏教の影響を強く反映していました。しかし、それはただ他国の文化を模倣しただけではありません。日本独自の感性と価値観を取り入れ、新たな文化を創造することで、飛鳥文化は独自の道を歩んでいきました。まとめ、飛鳥文化は日本の歴史と文化に大きな影響を与えた時代でした。その独特の美学と精神は今日の日本文化にも引き継がれています。飛鳥文化を学ぶことで、私たちは日本の歴史と文化の真相を理解することができます。今日もご視聴いただきありがとうございました。次回も日本の歴史と文化について一緒に学びましょう。それではまたお会いしましょう。